トランプ大統領共同記者会見で北朝鮮を怖く牽制。アメリカのトランプ大統領は、安倍総理大臣との首脳会談の後の共同記者会見で、北朝鮮は国際社会の平和と安定を脅かしている。とても容認できないと述べて、北朝鮮を怖く牽制しました。一方、貿易をめぐっては、日本に対して貿易不均衡の是正を求めていく姿勢を示しました。 アメリカのトランプ大統領は、6日午後、安倍総理大臣との首脳会談を行った後、共同で記者会見しました。この中で、トランプ大統領は、核・ミサイル開発を加速させる北朝鮮について、北朝鮮は核実験を行い、日本を直接、飛び越える弾道ミサイルを発射し、国際社会の平和と安定を脅かしている。これはとても容認できない。 アメリカは北朝鮮の脅威に対して、日本と共に対処すると述べて、怖く牽制しました。ただ、トランプ大統領は、北朝鮮に対する武力行使の可能性についての質問には、直接、言及しませんでした。また、北朝鮮による拉致被害者の家族たちと面会したことについては、彼らは忘れられた人たちだ。我々は、この問題に共に取り組み、 何ができるか考えていくと述べ、日本に協力する考えを示しました。そして、もし、この問題に光が当たり、キム、ジョン,ウン、金星めぐみが拉致被害者を返せば、それは、何か特別な始まりになるだろう。今回、あまりにも長い間、苦しんできた人たちと話をした。今後、何が起きるか注視していこうとも述べました。一方、 トランプ大統領は、貿易分野では、アメリカは、日本との間で経済関係を改善させる決意だ。私は公正で、自由で、ご敬的な関係を築くため取り組んでいく。貿易赤字を解消するため、平等で信頼できる市場へのアクセスを確保していくと述べ、日本に対して貿易不均衡の是正を求めていく姿勢を示しました。その上で、 緊密な経済関係を模索することが両国にとってさらなる繁栄を達成する新たな環境を生み出すと指摘し、日本の経済にとっても恩恵をもたらすことになると強調しました。さらにトランプ大統領は、安倍総理大臣がアメリカからもっとたくさんの兵器を購入すれば、北朝鮮のミサイルを撃ち落とすだろう。私が大事だと思うのは、安倍総理大臣が、アメリカから大量の兵器を購入することだ。 アメリカは、世界で最高の兵器を生産している。F35 戦闘機であれ、いろいろな種類のミサイルであれ、アメリカには雇用を生み出し、日本には安全をもたらすと述べ、アメリカの兵器を日本がさらに購入することに期待を示しました。